はい、どうもこんにちは。姿勢を直すタップダンスインストラクターの笹々です。今回はですね、運動音痴のためのタップダンス攻略ということでですね、運動音痴の人、まあ、正直言うと運動音痴って人多分いない、まあ、なんつうんでしょう、運動苦手な人向けっていう感じですかね。すぐに上達するっていう風な感じにならない、上達にすごく時間かかっちゃうっていう風な方のため のタップダンスの攻略を、お伝えできればなと思います。シリーズするかな、シリーズ化するかな今回のテーマ選んだのは、中級の入り口になるぐらいですかね。プルバックっていう、空中で音を鳴らす、多分初心者がぶつかる初めてのステップですね。プルバックの他にもウィングとか、いろいろステップはあるんですけども、その中でプルバックっていうのが結構メジャーで最初に入る方多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、プルバック最初はですね、大きく2種類あるんですけど、プルバックをやるときにかかとついてスタートですよっていうふうな、なんか足の裏全部床についてますよっていう状態と、もう一個がかかと浮いた状態、ボール側はヒール側のタップスはヒール側浮いててボール側がついてるっていう状態から空中でもう一個音を鳴らすっていう風な、大きく2種類あるんですけれども、比較的かかと側の方が、比較的っていうか圧倒的にかかとがついてる状態の方がやりやすいので、まず初心者の方向けにはそちらのアドバイス、ワンポイントやっていきたいと思います。プルバックって、一回両足が浮かなきゃいけないのでジャンプしなきゃいけないですよね。でそのために、体かがめてる状態をまず作ります。これ絶対大前提ですね。初めてやる人はもうこれできるだけかがんであげた方がいい。あんまかがみすぎてしゃがむまでいっちゃうと今度上がるまでにすごく力がいるので、どれぐらいかな、膝90度ぐらいとかまでにしておいた方がいいかな。ただもう上級者の人たちがやってるような軽やかなやつは最初は無理だと思った方がいいです。OK、じゃあ次いきますよ。でここからジャンプして着地するまでの間に音を、2つ鳴らしていくっていうような感じになります。で、この時に普通人のジャンプってどういう風にしてるかっていうと、このかがんだ状態からこの2人目、こういう状態、かがんでるところが伸び上がってるっていうところに今行ってます。ここで使ってる体の、関節で言うと分かりやすいんで関節で取り上げると、まず股関節をこう曲げてますよね。こうくの字に会釈するみたいに股関節曲げているので、これを伸ばしますよっていうのが一つで、あと膝が明らかに曲がってるところから伸び上がる。あとは床を押し上げるっていう風な意味で足首の関節と、あともう一箇所背伸びするために指の付け根の関節ですね、ここ使ってます。ざっくり言うとこの4箇所、詳しく言うともっといっぱいあるんですけど、そこまでいくとわけわかんなくなっちゃうので、ひとまず4箇所っていう風に思っててください。これが普通のジャンプ、後ろ飛びをするっていう時でも同じですね。この4箇所、ここつま先指の付け根のところは伸ばした状態から曲げるっていう風な使い方をしますけれども、後のところは曲がったところから伸ばす伸ばす伸ばすっていう風にしてジャンプします。ただこれやるとプルバック地面に全部足の裏ついてる状態からバチって音を鳴らす、弾いた時に音を鳴らすっていうのの準備がこれだと無理なんですよ。なのでプルバックをやるとき、つま先側をできれば上がった状態で準備して、そこから飛ぶっていう風にしてあげた方が鳴らしやすいので、そのためのやり方、ジャンプの仕方ですね、ここからどういう風にしてジャンプしていけばいいのかっていう風なのをお伝えします。それが
こちら3人目ですね。ちょっと3人目だけ頭大きいんですけど気にしないでください。この4つ、普通のジャンプの時使ってる4つのうち使わないところが2箇所あります。それが足首と指の付け根、ここ2箇所ですね。この2箇所使わずに股関節伸ばしますよっていうのと膝伸ばしますよ、この2つだけ使うように気をつけます。で、ここ大事ですね。かかとを床から離さない。こっちはかかと床から浮いちゃうんですよ。普通のジャンプって今その場でジャンプしていただくと分かると思うんですけど、指の方が残るんですよね。かかとが先に浮くようにできているので、そういう風にした方が運動の効率がいいので、このようにジャンプしちゃうんですけど、運動の効率は悪いんですけど、プルバックやるっていう風な観点から言うと、こちら、股関節と膝だけ使う。あとは股関節使ってるってことは上半身ちょっと、のけぞるみたいな感じ、伸び上がるっていう風な、分かりやすいので言うとマスオさんの驚き方ですね。サザエさんのってやつですね。あれをやってあげるとあんま似てなかったね。やってあげると、でその延長線上ですね、伸び上がりつつそのまま地面をかかとで押すっていう風な感じにしてあげると、ここがプルバックが鳴らすための準備ができるんですね。で、ここから、あとは普通に後ろ飛び、斜め後ろに飛んであげる。大体の人が皆さん引こうとしすぎちゃうので真後ろに行っちゃう。なので床を叩くだけになるか、上に行きすぎちゃってジャンプしてはいるんだけれども音が鳴んないっていう風になっちゃうので、この斜め後ろですね。この真後ろに行ってこう上がったつま先をバチって弾いてこう音しかしないっていう風なところまで行ったら意外ともう完成近いです。そこからちょっと上にジャンプしてあげるだけなので、ちょっと後ろ飛びは最初怖いからどうしてもこっちになりやすかったりとか、あと上に行き過ぎちゃったりとかっていう風なのとかをして後ろにあんまり飛べなくなったりとかするので、最初は単純に後ろにジャンプする、こっちでもいいです、このやり方でも OK なんで、後ろによいしょって飛んであげるっていう練習をしてあげるのも結構大事だと思います。それが慣れてきたらこのやり方、かかとで地面を押すような感じで膝と股関節使う、これここ使うってことはふくらはぎ使わずにももの筋肉使うっていう風な感じですね。太ももの前側の筋肉をぐーっと踏ん張ってそこを一気に伸ばしていくっていう風な感じ、なんとなく分かりましたか？はい。なので、このやり方ですね、ぜひ試していただければと思います。で、もしそれ試したんだけどこういう風な感じになっちゃったとかっていう風なのがあってうまくいかなかったとかっていうのがあったら、コメント欄書いていただいたらそれに対しての対処法をコメントでお答えできる範囲だったらコメントでお答えもするかもしれないですし、またこういった感じで図で説明してっていう風なことをやったりとかしていこうかなというふうに思うので、ぜひ皆さんコメントの方もよろしくお願いいたします。では、今回初企画ですね、運動音痴のためのタップダンス攻略、以上で終了です。プルバック編ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。はい。で、コメントの方でですね、リクエストなどありましたら、ぜひ、していただければと思いますので、こちらもお待ちしております。じゃあ、また次回お待ちしてます。じゃあねー。